昭和45年2番組目爆発ゴローでございますね。爆発ゴローこれはあのー、青春漫画でございますね、あのー。原作がね、辻直樹さん、タイガーマスクの辻直樹さんの漫画なんですよ。で、その大元となった漫画は昭和42年頃の漫画らしくて、まあ、いわゆるに日本テレビのさ、青春とは何だとか、これが青春だとかが、まあ、 大きく注目されていた時期ですよねで、まあ、そういう路線の本当に「学園青春ドラマ」「漫画」っていう感じでやってたんじゃないかなとその原作の方は私漫画は読んだことないので、まあ、断言はできませんけども多分そんな感じじゃないのかなと思います。加えてこれ私たびたび指摘してるんですけどもやっぱりねその少し前に「週刊少年マガジン」で大当たりした「ハリスの風」千葉哲也さんのねあれの要素をかなり 濃密にいただいているというとうころがあるまあそんな感じで「ハリスの風プラス青春とはなんだ?」的なそういう漫画だと思うんですよね。で主人公の大石五郎って言うんですけどもねそんなタレントさん言いましたけど昔ねその大石五郎さん字は漢字は違うんですけどもねその大石五郎が主人公で彼はねまあ石田国松のように喧嘩とかやたら喧嘩っ早い。 そしてスポーツは万能っていうね。で、スポーツでいろんな部で活躍するみたいな、そういう感じでございますね。まあ、国松よりはかなりスマートだけどね。まあ、そんな感じの漫画なんでございますけれども、それがなぜかね、昭和45年になって、新たにまた、テレビアニメ化されたっていうことなんですけど、これなぜかっていうとですね、これ私の想像ですよ。想像ですけれども、タイガーマスクが大当たりしたでしょ <laughs> あのね、辻直樹さんが、 絵を描いてるはタイガーマスクが大当たりしてあれのひ大ヒットの原因っていうのはもう梶原さんの原作っていうのが非常に大きいわけですけれどもまあまあほら漫画のことを分かんない大人っていうのがこの頃ねいっぱいいるわけですよテレビの世界とか <laughs> 少し前にアニ「アニマルワンで私指摘しましたけどもね指摘っていうかあのそういう実際の話があったのを紹介しましたけどあの虫ポロ障子っていうね会社の人がさ そのなぜ「アニマル1」をアニメ化したかっていうと「巨人の星」で川崎登が注目されてるからって今川崎登を扱えば、うん、当たるだろうと思ったらしいのよね <laughs> いやいやあれも梶原さんの原作があってこその漫画なんであってさねえ川,川崎さんの絵だけ持ってきたって内容が面白いかどうかまた違う問題でね川崎さんの漫画でも面白いのはあるけれども「アニマル1」はどうかってうとなかなか難しいわけこれも同じでさ 辻直樹さんの漫画で面白いのはあるでしょうたくさんあるでしょうけどじゃあね爆発五郎をアニメ化してそのタイガーマスクのように当たるかって言ったらかなり違うわけですよね <laughs> でもその頃はそういう大人全然漫画のこと分かってない大人ってのがいたのよテレビとかスポンサーの中にねあと広告代理店とかそういうところに上層部にはそういう <laughs> 漫画が全然分かってない大人がいっぱいいたわけだからまあこれもね タイガーマスクで当たってる辻直樹の漫画だからそれはアニメ化しもうほぼ間違いなくそうだと思うんですよ。でまあねやっぱり「アニマル・ワン」のように対して注目,すます注目もされずに終わるわけですけどもね。で主題歌の方なんですけれどもこちらはね作詞が橋本潤さん初めてアニメソングを作詞されたというかひょっとしたらこれだけになるのかなテレビアニメになると。 ねまあ、そのぐらいの人ですよ言ってみれば本当に歌謡曲作詞家の人ですよ、ね、ほぼほぼ歌謡曲作詞家の人でまあ分かりやすいところで言うとグループサウンズとかねそういうブームを支えた作詞家の人あとはまあ堤恭平さんとのコンビが非常に有名で「あのブルーライト横浜」なんかもね作詞されたりとにかく歌謡曲では大ヒットを飛ばしている人で。 まあそういう人がこうアニメソングに普通に入ってくるようになったというのはね以前もちょっと指摘しました昭和44年の時にもね作曲家の鈴木邦彦さんが梅干し天下で使われるようになったまあそれっていうのはレコード会社っていうのがこうのアニメソング制作に非常に大きな力をねえ使うようになってきてえ朝日ソノラマというソノシート会社ではなくてレコード会社が 主題歌作りに大きく関わるようになってきたっつうのがあってだからレコード会社周りのねレコード会社とよく付き合うような歌謡曲歌手歌謡曲作詞家歌謡曲作曲家みたいな人が使われるというそういう場合が増えてくるんだみたいなことを言ったかと思いますけどもまあまさに今回もそういう感じですよねで作曲が和田翔治さん で歌ってるのが「The Wonders」ということになっていて、まあ、このお二組はセットみたいなもんなんですよねなぜならば「The Wonders」っていうグループの名前は和田庄司さんが元になっていると和田和田から取ってるっていうね和田庄司さんの教え子みたいな方々ということになっておりますでまあこれは今となっては結構有名な話になっておりますがこの「Wonders」の中に尾崎清彦さんがいらっしゃったりねそれから「 あとなんだ朝孝太郎さんっていうね CM ソングとかあと特撮の『レッドバロン』なんかも歌ってたかなそういう方も一緒にいらっしゃったりというそういう3人組です。で「ワンダース」っていうのはまあコーラスグループなんですけど男性のねただ当時グループサウンズブームなんでグループサウンズの一端でもあったんですよねグループサウンズのちょっと異端なところにいるようなそういうグループでもあったみたいで。 で橋本潤さんのの作詞歌歌も歌ってたたりりしんんんでですすそうういがな橋本さんと和田庄司さんは多分そんなにつながりないんだけども、えー、ワンダースは橋本潤さんの詩の歌をね吹き込んだりしてるそういうつながりがあります。じゃあなぜワンダースが使われたかというと実はこのワンダースってね日音所属だったらしいんですよ。日,音日本音楽出版 これは TBS 系列の音楽出版会社っていうのは過去何とかねこの企画で説明しておりますけれども TBS 系列の音楽出版会社、まあ、つまり TBS 系列の番組で使われてる音楽っていうのは基本的にはその日音で管理するというふうになってるわけですね。でこのワンダースさんが日音所属である日音がそのいわゆるアーティストというか歌手を所属させたっていう。 ね、何でもかんでももう自分たちでも持っていけるだけ持っていっちゃおうっていう感じになってるわけですよもうね TBS さんがね早くもね他局にそ,れをその辺に関しては他局を大きく先んじってたわけです TBS さんはねもう。もうその音楽出版事業っていうのはおいしいボロ儲けできるって。 あだから音楽曲管理だけではなくて歌手を自前で用意すればその分もいっぱい持ってくるなみたいな感じだと思うんですよ。でそこでワンダースさんがいて所属タレントっていうかな所属歌手でいてだからワンダースさんってウルトラセブンも歌ってらっしゃるね尾崎清彦さんが「セブン」って言ってるっていう一部でね騒がれましたけどもでウルトラセブンの歌あれも TBS の番組ですからね。 それからこれより後になりますけども「妖術武芸帳」なんていうあれの主題歌もワンダースさんが歌ってたりするわけです。それっていうのは TBS が日音の親会社でございますからねだからそのつながりがあるから日音所属である以上 TBS の仕事っていうのも必然増えても仕方がないっていうかね、まあ、そういう人脈とかあるわけでございますよ。だからこのワンダースさんがこの TBS のアニメである「爆発五郎」の主題歌も歌うことになっているという感じなんですね。 でそのワンダースさんが使われているっていうことでワンダースさんとつながりのある作詞家の橋本潤さんそしてワンダースさんとつながりのある作曲家の和田庄司さんが使われているという感じじゃないかなと思うわけですよ。ここでお知らせをご覧ください。で日音ってちょっと面白くてねなんかこの頃変な動きっていうかなちょっとね合、えー、点のいかない動きがいくつかあるんですけどまあ橋本潤さんって 堤平さんとのががりが深い言ってみれば要するに杉山浩一さんとのつながりも深いっていうことですよね杉山浩一さんと橋本潤さんっていうのもやっぱり指定関係みたいな感じなわけですよね。これの何年か前に「スカイアズ・ファイブ」やっぱり TBS のアニメでね「スカイアズ・ファイブ」というのがあったそれも当然日音管理楽曲だったわけですけどもそれの作曲は杉山浩一さんがやってましたよね。それれから怪物くんんあれ堤平さん ね、杉山浩一さんとつながりのある堤恭平さんが作曲されてたりとかどうもね日音の誰かと杉山浩一さんがつながっててそれで杉山浩一さんとつながりの深い人が結構疲れてるのかなっていうそんな感じがしないでもないんですよねだからまあ「ワンダース」がその日音の所属,所属ということらしいんだけども。 加えて作詞の橋本潤さんが杉山浩一さんつながりというところもねあって使われてるのかなっていう気がしないでもないんですよね。で作曲も本当だったら堤美恭平さんとかあそういうね杉山あ,るあるいは杉山浩一さんご本人とかを使えるんなら使ってたんじゃないかなって気がするんですよ。ただねもう堤さんは歌謡曲でも相当売れちゃって忙しいし。 杉山さんも多分もうテレビ漫画あんまり作る気なかったのかなって気がするしねそんなかんなで2人がやってくれなかったから、まあ、ワンダースとつながりの深いもう一人の、ねえー、人脈であります和田翔二さんにお蜂が回ってきたのかななんていうふうに私は勝手に <laughs> あの妄想を膨らませてんですよねだってまあ橋本さんは橋本潤さんはね歌謡曲の方がメインで主力で。 テレビ漫画主題歌っていうのはほとんど作ってないですけども和田庄司さんもね、まあ、CM ソングとかあるいは普通の楽曲、まあ、歌謡曲というかねそういうサントラ普通のサントラ的な楽曲が主,主曲であってテレビ漫画主題歌っていうのはそんなに手を出してないっていうそういう人脈2人でございますからねやっぱりワンダースがまずあってそこから派生的にこの2人が抜擢されたんじゃないかなっていうふうに私は考えております。 でもう一つね日音でねちょっと不思議なことっつうかなちょっとゲせないことがあるのはこれ日音管理楽曲だから今までの例,例でいくと出したいレコード会社はどこでも出せるみたいな作り方だったんですけどこの辺に来てねそうじゃなくなっていくんですよ。これ、ね、レコード会社は東芝だけししか出してないんですよ、ね、あとまあ朝日ソノラマさんが出してますけども、ね、そのシート会社であるソノラマさんが出してはいる。 それ以外だとレコード会社いわゆるレコード会社は東芝さんだけなんですよ。で東芝さんはまあ、EP 版っていうかな33回転にしてかな4曲収録にしてるんですよね。4曲作ってる。だからそこら辺でなんだろう独占する代わりにその日音の方によりお金が落ちるように曲目を増やしたとかそんな感じじゃないかなと思ってるんですよなんとなくね。 私のそのぐらい何か,何かしら裏技を使って独占したんんじゃなないかなと思うんですよ。もちろんね他のレコード会社がこの番組あんまり当たんないだろうなと思って手出さなかったっていう可能性も結構ありますよありますがでもね実は東芝レコードこのあとねキックの鬼も独占するんですよそれは沢村さんが東芝所属だったからねそ,れそうなるんだけども。 今までの例でいくと日音さんっていうのは独占させないでいろんなレコード会社に出させるそ,っちそのために歌手はなるべくそのなるべくっていうかな、うん、そのレコード会社専属ではない歌手を使ってたはずなのにこの辺からそういういななな動きではなくなるんではくるすよねやっぱりそんだけレコード会社の力が強くなってるえもうそのシート会社そのラマさんが強かった時にはそのラマさんに出してもらうために。 ね、そのシートを出してもらうためにレコード会社専属の歌詞はあんまり使わない、ね、そういうふうにやってたんだけれどももうそういうふうに気を使う人がなくなっただからレコード会社でいい条件を出してくれるところがあればまあ別に専属の人使ってもいいし独占してもいいしみたいな感じになりつつあるのかなとこの頃からねそんな動きを感じます。だからこれは、 結果的なのか契約でそうなのかは私には分かんないけれどもまあこれはる東芝レコードレコード会社では東芝レコードの独占という形になってますねで4曲収録されてると東芝レコードには4曲収録されてると言いましたオープニング主題歌エンディング主題歌のほかに、まあ、挿入歌的なものがね2曲入ってるわけですがそちらの作詞を林春夫さんがやってるんですよやはり 杉山光一さん人脈なわけですよねだからまあほぼ間違いなくね日温の誰かと杉山光一さん周りが繋がってたんだろうな何かしらの関係あったんだろうなっていうふうに思っております林春夫さんについてはねサザエさんのところで解説いたしましたけれどもね詳しくはそのサザエさんの回を見ていただければと思いますが さあそんな具合で音盤まりはねちょっとなかなかきな臭い感じを私は思っておるんですけれども楽曲そのものはですねこれ面白いですよね「ワン・ツー・スリー・フォー・ストップ・ストップ」っていうふうに始まるんだけど何の意味もない何なんだろうなって実はねこの作曲の和田庄司さんっていう方はステージ101にレギュラー出演して。 でそのステージ101の歌手の人たちを指導していた人でもあるんですよね。でその時に呼ばれていた故障がですねワンツーおじさんと呼ばれていたんですよ私おじさん。ねワンツーおじさん。だから、まあ、作詞の橋本潤さんが遊び手かなワンツースリーフォーストップストップっていうふうにやったのかもしれないですねもしかしたらばね。だか田さんもその詞を見てニヤッとしたかもしれないですねひょっとしたらばね。 まあそんなような掛け合いがもしかしたらお二人の間であったのかもしれないと思っておりますがで「ワン・ツー・スリー・フォー・ストップ・ストップ」っていうふうにこれってさ腕をフリフリ歌える「歌う歌う」なんですよね歌う感じなんですよ。つまりまあ精神ものだからさねえいわゆる「両歌調とかね ギス様と俺とはみたいな感じのねそういう感じで良花町のように腕をフリフリリリ歌えるる感感じになっててんですよねリズム感としてはただし時代なりにですねもうフォークとかロックとか入ってきてる時代ですから時代なりにねこれかなりポップス調に編曲できてるからねポップな感じで編曲できてるからそこをあんまり強く感じないですよね。 強く感じない強く感じないけれども根底にはやっぱりその涼化的なリズムが流れてるわけでも全体的にすごいポップにできてるわけ「好きだと叫べば最高なんだイエイ! <laughs>」とか入るわけだからねだからちっとも涼化調じゃないんだけれども根底にはそういうのが流れててやっぱそこら辺ね青春ものっていうところでそういうリズムを使ってなおかつ時代なりに 非常にポップに仕上げているというね和田庄司さんの職人芸がさえ渡ってるなとさすが市場の動向というかね消費者が最,最先端で欲している音楽に応えてきているというね CM ソングをいっぱい作ってらっしゃるで実績を残してらっしゃる和田庄司さんらしいというかねもう和田庄司さんの,その職人芸炸裂してる主題歌だなと思います。 終了主題歌の方も同じく橋本潤さん渡田庄司さんワンダースという組み合わせなんですがねで曲調に関しては静かな曲なんですよバラード調というかな「トゥルルルルトゥルルルトゥルルルル」<music> まあ、カレッジフォーク的ですよねカレッジフォーク的なものだからまあやっぱり青春漫画っていうことでそういう曲調だししかもね 終了主題歌に静かな曲を持ってくるっていうのはタイガーマスクでせんつけてそれが大当たりしてますからセールス的にもそれで大当たりしてるだからテレビ漫画のエンディング主題歌終了主題歌っていうのは静かな感じでやるっていうのがだんだん定型化していくっていうかねそういう流れに一つ乗ってるところがありますこれはね本日まず一発目の投稿はですね 読売新聞、昭和34年11月16日朝刊の。うん